はい、どうもこんにちは。羊のお仕事へようこそ。はい、では本日はですね、見てください皆さん、このメイド服着た女性、今日はこの人を紹介しようと思います。うちはメイド組三代目若頭ローラ、よろしゅう太田の申します。はい、どうですか皆さん、めちゃめちゃ美しいメイドがやってきました。スタイルもね、すごくいいですからね。これはね、ただのメイドじゃないですよ。かなり高級なメイドさんです。彼女はですね、職業メイドってことで、僕のね、ガチでやってる羊みたいな感じで、彼女もガチでメイドやってるんですよね。やってます。はい、じゃあですね、今日は羊とメイド何が違うのかとか、メイドさんってどんな仕事してるのかとか、その辺紹介していきたいと思います。今よく聞くね、あの家事代行、あー、はい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 、となんか違ったりするの、うん、一緒なのかな。なんか確かに普通の人は一緒って思っちゃうかもしれないんだけど、うん、家事代行だと1時間だけとか2時間だけとか、うんうんうん、時給制で、でそれぞれその日によって行くお家とか案件って異なると思うのね。でもメイド、私たちメイドの場合はもう基本的にそのお屋敷と私の専属契約で常に毎回同じお家にお邪魔させてもらうし、で拘束時間も長いし、もう家族の一員みたいな感じでお使いするって感じかな。なるほど。じゃあ形としては僕らがやってる羊と一緒で、まあ、ご主人様がいて、たくさんいるわけじゃなくて、そのご主人様に対してずっと使えていくような感じで、そうそう、実際ですね、実際僕と彼女のね、羊とメイドっていうのはセットで雇われたりすることが多くてですね、実際現場に行くと僕のところにローラちゃんもいたりして、僕が羊がですね、実際ご主人様のこういうふうにやってほしいっていうのを指示を受けて、それを僕が直接やるんじゃなくて、メイドさんね、ローラちゃんとか、そういうメイドさんが複数いる人に対して、じゃあ今日こういうご主人様から指示があったから、これをお皿を何時までに洗ってくださいとか、今日何時から犬の散歩してほしいということでお願いしますといった感じで、羊がメイドさんにお願いして、メイドさんはそれで一緒に動くような感じが結構多いんでね。まあ、中にはね、確かに羊がいなくてメイドだけ雇っているご主人様もいてね。あのさ、逆にちょっとベルちゃんに聞きたいんだけど、その20人メイドのいた契約の時、20人のうち1人ないし2人のメイドと付き合ってなかった？ない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 、そういうことはね、だから業務上禁止になってますからね。羊がメイドさんと付き合うっていうのは、もうあの羊の研修の時に NG 出されてるからね。普段ご主人様って何人いるの？今はね、2人。おお、まあ休みの日とかもあれば、その日によって、どっちのお客さんとご主人様とか行くとかね、やってやってるの。そうね、スケジュールうまくやりくりさせてもらって。はいはい。ローレちゃんあれでしょ、通勤自転車なんでしょ？うん、自転車もうね、17年乗ってるチャリがあって、未だに大事に乗ってる。なんかあの他のメイドさんの話だと、ローラちゃんのそのメイド服の格好で自転車乗ったりする？乗るよ、全然乗る。みんな乗らないの？みんな見るでしょ。みんな見るけど、だってしょうがなくない？なんかあれでしょ、前なんか外国人旅行者にコスプレイヤーだと思って。ああ、そうね、一緒に写真撮られてる。撮られた。多分その外人さんのインスタのハッシュタグメイドみたいな感じで写ってると思う。もう探してないけど。だから、まあ、海外から見ればね、なんかすごい奇抜な格好してるんで、ね、まあ日本人でもそうか。せやな。ローラちゃん、休日何やってんの？休日の日はヨガ行ったり、映画見たり、クラブで踊ったり。女子だね。女子かな。マジか、クラブとか行ったりするの？大好き。この普段のメイドの服装からじゃちょっと想像できないような。そうだね、こんな地味な色の服着ないからね。なんかすごいの、ピタピタのすごいの着たりするの？ピタピタの、ガラガラの、派手派手のやつ。クラブか。人生クラブって前連れてってくれてね、一緒に行ったね。あれ銀座、銀座じゃん。銀座、うん、あのクラブもないんで潰れちゃった。あ、そうなの？そうなの。なんか、ね、クラブ入った時にすごい異様な
なんか上から下を覗いた時に下のみんながクラブ踊ってるじゃない、うん、踊ってる踊ってる、もう暗い中でこうやって踊りながらもうちょっと空中の、ね、テーマを覚えたりして、うんうん、はぁ、マジで僕がイメージのクラブ通りだみたいな。あ、よかったで、なぜかね、こうレッドブルを買ってで、まあクラブなんか踊ってみたりするんだけど、うん、だからとりあえず手を仰いとけば、ね、5秒に1回でこうやってこうやって合ってる合ってる、正しいクラブの今日はローラちゃん、メイドのね、ローラちゃんに遊びに来てもらいました。これからもね、まあ、あの僕ら普段一緒に仕事したりもするから、うん、ローラちゃんに、ね、この動画で、ね、メイドの裏話とか、うん、ルーティン、そうやな、メイドのルーティンとかね、うん、メイドおすすめのプリンとか、うん、なんかやらかしたっけ怖い怖い、メールおすすめのね、プリンとか、まあ、そういったところを皆さんにね、ご紹介していければと思ってます。じゃあ、ローラちゃん、皆さんに一言お願いします。よろしくやで。よろしく。はい、ではそれでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。いってらっしゃいませ、ご主人様。